チャオ、あっちゃんです。今日はウダの自撮りでまた鶏ハム作りたいと思います。はい、だんだんね、鶏がねバージョンアップしていくね。ね、ブラジル鶏からね、わけわからん鶏からわけわからないとこらえるけどから、国産になって、ね、ブラジル鶏のね、なんぼや 100g30 何円ぐらいの鶏から、70円ぐらいの国産になって、100円ぐらいの鶏の国産になって、今度ね170円ぐらいのうだ地鶏で鶏ハム作ってみたいと思います。どんだけ味が違うかね、試してみたいしね。あんまり上まで行くとね、安いの食べられんくなったらやねんけどもね。まあでも国産鶏はいいしね、まあ鶏さん高い言ってもね、 100g100 なんぼやからね。はい、ということでちょっとハム作ってみたいと思います。おっきいね。作っていきます。子供にはね、いいものを食べさせてあげたいっていう親心がね、やっぱり、皮も買ったからね、また皮も昔ながらの新聞紙に包まれてね、普通にこんなね、なんて昔のお肉屋さんみたいな、昔のっていうか、お肉屋さんで買うみたいな感じのこんなに包まれてね。では、作っていきたいと思います。お、でっか。700何グラム、1個だから300ちょいやのよ。なんか大きいね。皮をめくります。後でね、鶏皮を焼こうかなと思ってね。めくったかな、ちょっとね。では、フォークでザク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 、簡単な方法でいきます。よく味が染みるように、身が切ればやっぱり国産じゃないの、うだの地鶏。はい、ここにね、塩と胡椒をします。で、こっちだけイタリアンハーブ。カレーも美味しかったけどね。今回塩コショウとイタリアンハーブでいきます。押さえて裏返して。
濃いめぐらいの方がねハムやから美味しいんよ。まとめてハム風にハム風ハムっぽくやってまとめた方がいいね。まあ後でいいか。飲んでからでいいか。でオリーブオイル、またトリュフオリーブオイル使います。完全に抜かないね、最初は。揉むからね。揉みます。揉みます。優しく、じゃなくて優しく揉んでください。ちょっと空気入りすぎとった。もうちょっと空気抜く。空気に入りすぎるとね、破れるようにもなるのよ。完全に抜いたらね、またね、混ざりきりにくいから。よくよく揉んでください。冷蔵庫から出したすぐやからね、常温にした方がいいから、このまま常温でね、ちょっと置いとき、30分ぐらい置いときます。で、おかまちゃんにポンします。よく揉みしだいてあげてください。あんまり違いすぎたら袋破れるよ、気をつけてね。5分ぐらい揉むのはいいんだけどね、疲れてきた。ということで、放置しときます。これで5分ぐらい放置します。はい、ね、30分ぐらい寝かしました。さっき多分ね、5分って言ったと思うんだけど、30分ぐらい寝かしました。で、空気を抜きながらね、ハムっぽく、形を整えていって、こんな感じにね、整えておきます。で、入れます。おかまちゃんに。
結構大きいな。で、入れておきます。こんな感じね。で、お湯。お湯をあちあちにします。ではね、あちゃあちゃあちゃあ、うん、浮いてこへんようにこれを蓋を、例えばね、お皿を置いて、熱いよ。倒れていこう。これをね、お釜ちゃんにポンして。はい、保温で1時間です。60分。はい、これでほっとけばできます。はい、鶏ハムができました。ちょっと見ましょう。熱いわ。はい、おかまちゃんからね、鶏ハムをしましょう。だからもう、ちょっとね、見てみましょう。冷やしましょう。ちゃんとしっかりしてる。さすが地鶏。うん、単にちゃんとね、熱も入ってるしね、大成功です。味見だけしとこ。
でもね、これ急冷しゃへんだったらね、熱が進むのよ。熱量が進んじゃうと、しっとり感が勝てるからね、一気に冷やしてしまうと。これで冷蔵庫入れておきましょう。はい。はい。鶏ハムができました。これね、大きい方がハーブ入りで、こっちが普通の塩コショウ。で、子供ちゃんとね、ちょっと試食したいと思います。もう、ぐちゃぐちゃ。熱い。ということでね、試食しましょう。はい。どう？食べた？3枚ずつ。どう？味。ハーブ入ってないこれ。こっちは普通の塩コショウ。そっちはあれしっとりしてる国産うだ地鶏です、はい、違う、うん、うん、肉汁ね、味がすごいしっかりしてる中国産うだうださんうだうださん中国産何中国だね。それでもね、胸肉が135円やね、100g。普通のだいたい胸肉って60円、40円ぐらいから、国産のでもだいたい50円、60円ぐらいやんか。思ったらちょっと割高いけど、全然違う。どう？何が？味。うん。美味しいやろ？しかどう？いけた？美味しかった？え、ハーブの方。めっちゃ美味しい。この加工でしょ、うん、もしよかったら全国に地鶏あるから、もしよかったら地鶏の胸肉でやってみてください。鶏ハムやってもさ、140これね、135円で2枚で 760g やってんで、1031円やねん。ってことは1本500円ぐらいやねん。安いやん。高級ハムになるからすごい、うん、もうしっとり感全然違うもん、うん、確かに前にあの普通の鶏さん、国産の鶏さん使っても美味しかったよ。でもここまでしっとりせへんかったから、うん、肉汁が全然違う。やっぱうん、まあ、これ地鶏でやるとすごい美味しいよ。うん、やってみてください。捕まえた瞬間用すんなんすあれは、うん、ようばらさんは、ね、うん、鶏胸肉の種類でも全然違うんで、ぜひやってみてください、うん、言うてみたらさ、これ300-500g だいたい1本250ぐらい、だいたいね、いつも 2枚入って600とか500何グラムって書いてあるから、1枚でも700やから350-360ぐらいから、うん、1枚で半分にしてもいいと思う、うん、ちょっと小ぶりにしてもいいと思うしね、大きかったからね、うん、もうこんな感じでね、うん、でもまあ大きいの作っといたら長持ちするしね。もうおいしいよ。長持ちせえへんねん、おいしいからあっちまで食べてまうんだけど。ということで、鶏ハムおいしかったです。ではまたね、またみんなも作ってみてください。また作り方変えたりね、いろいろしてみます。これ、今日はね、用もんで、で、30分ぐらい置いといて。ほんじゃね、これでね、一晩二晩置いたらもっと味入る。味、中の方やっぱり、ね、味、そんな入ってないねん。やっぱりその、でも、肉汁が美味しいから、これで OK なんで、満足なんでね。だから中まで味入れたら、一回半分にスライスして、中も全部味して、ピュって巻くんじゃなく、ギュッて挟んで、ニュッとこう、潰した味にしても美味しいかもわからへんし。まあ、こんな感じで作るんだったら1日2日置いてもいいと思うので、ぜひやってみてください。ではまたね、バイバイ。いろいろね、これからもね、鶏ハムバージョンアップしていきます。